はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。ババーン。シミックストンピーかなになります。はい。環境的に強い要素が揃ってるのと、どこの大会だったかな ?MPL だったかな、で、6人かなしてたリストなんですけど、私としてはね、こういうの好きなんで、パーミッションに近い動きをするんですよね。打点展開しながら、弾きたいところ弾くみたいな、そういうパーミッションの動きができるってことは私は結構好きです。はい。で、ちょっと前かな、結構環境始まってすぐぐらいの時にも私似たようなデッキ出してました。構成全然違うんですけど、似たようなコンセプトのデッキは出してて、断固たる否定が強いですよっていうので、緑単ストンピーにタッチ青っていう動きは、ちょっと前に私も動画化してるはずですね。確かしてたはず。で、環境的に強い要素が青い。アグロに対しては、緑単、ほぼ緑単のサイズで圧倒することができること。そして、鋭いコンポンとかが相手には、打点展開しながらこういう弾くカードがちょこちょこあるっていうことで、なかなか戦いやすいかなと思います。はい。で、ちょっと振り対面っていうのもありはするんですが、環境的にはすごく戦いやすいのと、緑単にタッチ青をすることによって、サイドから神秘の論争だったりとかこの辺を入れることができるよっていうのがすごく強いのかなと思います。はい。それと今の環境、結構黒い除去が多いんですよね。全体除去を抜いたとしても。なので、こういう場面のね、サイドからは、黒い除去がいっぱい飛んでくるっていうのと、青ではないカードとして、ガラクの先触れとかもサイドに入ってます。はい。このカードね、多分今めちゃくちゃ強いんですよ。アグロ相手にはちょっと弱いんですけど、対コントロールだったりとか、ディミアルーグ相手にめちゃくちゃ強いカードだと思ってるんで、私はこれね。なので、サイドカードとしてはありなのかなと思います。なんていうか、冬和祭の野獣と一緒に落ちちゃうのが残念でならないぐらいには、私は結構このカード好きではあるんで、はい。この辺もね、BO3 でがっつり使ってあげたいかなとは思います。はい。そして、ローグ対面のためにアラクイルだったりとか、アグロに追加。アグロ相手別にクランドリクスの命令。使えるは使えるんですけど、あんま使わないので、そこに対してガーガラスが入ってたりとかしてますね。はい。ガーガラスプラスグレートエンジンが整えば、アグロ相手には負けないでしょうっていうのはあるので、はい。このデッキね、頑張って。私たちも BO3 としてもね、この手のやつで練習して、ちょっとアグレッシブなデッキを使えるようになっておきたいなという次第ですね。はい。というわけで、ここはちょっとした宣伝になっております。本日5月21日、金曜日ですね、から、マジックアリーナストリーマートーナメントの予選が始まります。私は、今日と明日出場します。20時からですね、この後20時から、私のチャンネルにて、配信するので、よろしければぜひご覧ください。それと、総合実況の方のチャンネルのところ、私の概要欄の方に貼っておきます。よろしければね、ぜひとも、そちらの方を登録して、総合実況とね、私の二窓してくださいということで。はい。というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率的には7割、8割かな。ちょっとガンフリ対面があるんで、そこ以外は、そこだけ落としてるんですけど、そこ以外は通ってます。それと、実は、このデッキで、ミシックランクの数字台、パーセントの上まで到達しましたよ、ということだけご報告しておきます。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。後手番。ハンド、ちょっと使いづらいんですけど、234の動き自体は全部あるんですよね。アグロ相手がちょっと厳しそうなんですが。マリガンかな。どっちの色もないですしね。こっちの方がいいかな。はい。とりあえずヤスペラの保証から置いていきたいかなと思います。グランドリクスコマンドをどうするかですかね。これ置いとくとね、一応勇者は殴れなくなるんですよ。一応ね。
ただまあ助教殺す容赦じゃないよな。殴ってきたらこれは止まってない気はするけど、まあブロックはします。あーなるほどね。私としてはあれケアしてたんですよ、名前が出てこん。これ殴っていいです。名前が出てこん。リムロックの騎士か、リムロックの騎士ケアして受けようかなと思ったんですけど、まあ投資でいいっちゃよかった、まあブロックしてよかったっちゃよかったんで、多少もう一枚ありますからね。なので一応止めた形になります。こう出しました、こう制しました。そうですね、珍しいデッキですよね。ミノータで、ミノータとかじゃないよな。とりあえず、両方殴っていいです。このターン、ダンコタで否定も使えないので、うん、払拭、ちょっと打点が減ってくのが怖いですが、火山で引けたなら OK かな。土地だけ置いてエンドで、これは殴んなきゃいいです。一応断固たる引け構えてる形ですね。延長装備品とかですかね、それかヘリオットプラス、ああ、これ火山ドゥーマンモスの、あれが消えましたね。まあ、とりあえず火山では殴ります。多分装備品なんじゃないかなって感じはしますね。これ一旦エンドで。うん。ただ、厳しい試験官がいると、あれ出せないんですよね。名前が出てこん。スカイクレイブの、あれ。まあ、一旦通してバウンスとパンプアップで、次のターンには断固たる否定で、ミノータをしばき倒せるので、これは使っていいです。このターンは、シュトグル出さないんで、ブロックしたいとは思うはずではあるかな。そうですね、さすがにこの7点は受けれないと思うのでブロックすると思います。エンド、あ、払拭の光まで入ってるんですね、このミノータ。あと氷雪時間も珍しいですね。うん、メタビ型なのかな、メタビ型なら、レーデインとか、何かしらその辺も入ってそうではありますが。あとはドライスのハンチョンかな。ドライスのハンジとか、まあそのあたりが入ってそうかなと思います。これはもう、しばいていいです。もう殴っちゃった方が早いんで、ここまで来ると。うん。うん。ここ発展。どうせミノータこのターンは、動かないんで、お家でも全然いいですね。ブロッカーとして出すしかないと思います。アナックス。アナックスミノータか。これ一袋もう一ぐらい大きくしたかったとこではありましたね。フルパンでいいです。マストブロック要求かな。そうですね。一袋がトランプルついてるんで、でかいとこマスブロ要求です。一応、これ決めれるのか。
まあ、トークン1体だけなんで。まあ、これは殴って終わりですね。はい。ウッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、大変よろしくお願いします。先行これはキープですね。キープしましょう。ヤスペラの保証から入っていいと思います。青はいらないので、緑で置いていいですね。リベ。攻撃しない。これグレートエンジンまで多分綺麗に通ってくれると思います、うん、ここで野心化通ってきたとしても多分大丈夫ですね。殴ってきたらダブブロします。ヤスペラ取ってくるんじゃないかな。ヤスペラ残しましたね。森置いておきます。ちょっと理由があって、名前が出てこんくない。大槌。まあ、大槌は後で破壊できるんで、まあいいですか。ブロックしない。ギガランじゃないな。チラミセランド。あの辺りを引いたときに、腐るんですよね。アンギラスをどうするかですかね。タンケムにくっつけるのもありですけど、ヤスペラに貼っといて、そこにあるスパイクレイブの大槌破壊しといた方が楽ですね。高級な進化の打点自体は結構高く、これヘリオット軸ですね。ヘリオット軸、あんまりなんていうか、とりあえず探検もマンモス、ヘリオット軸なんですけど、あんまりあれ見ないんですよね。はい、強敵じゃないんですよね。水晶壊しダブブロしてきますかね。スライド落としたいのはまあ語り部かな。ダクソス落とすのも全然ありだと思うんですよね。まあ語り部、いやーダクソスいる方が嫌だ。フラサルとしてちょっと土地しか引いてないのがきついですかね。まあ初手から必要なもの自体が通ってたっていうのはあるんですが、これ探検もダブルのしてくるやつか。でダブルアタック、まあ探検もダブルしてくれるなら OK ですかね。うん、何も引けてないのは良くないんですけどね。6点なら受けた方が良さそうですけど、はい、変だ。当たり目の追加3枚目かな。救助犬、ちょっと救助犬持ってこられると嫌ですね。4点ゲイン分入って、まあ、どうせ殴れないからいいんですけど、このターンはまあこういうのですね、うん、いやーストンピーでちょっと土地引きすぎなんですよ。
8点ゲインされて 23? ブロックの救助犬火山ズブロック、展開の語り部でブロックの赤い布をくっつけてだと思うので、27まで持ってかれますかね。ほんと何でもいいんでしたいんですけど、1、2、3、4、5、6、15分の6ですか。確率的には引きすぎです。火山流先落としに行きましたね。こっち大槌かなんかを引いてますかね。ページモン縛り、いやそれは別にいいです。一応このままだとタンケモが、まあ両方とも対打ちしてくれるんでマジではあるとは思うんですが、あー安倍の報酬引いた。よし、とりあえずクリーチャーさえ引ければね、つながりはするんですが、これもタンケモもぶん殴っていいです。ダブブロの相打ちなら全然 OK なんで。クリーチャー引けない事故。まあ一応相手のね呪文縛り3枚語り部3枚のポーカー勢ですね。相手もまあエンドでしょう。相手もポーカー勢だし、私はフラット勢なんで。まあ保証ブロックしながら断固たる人打っていいと思います。ライフのめんどくさいはめんどくさいですか。まあそれなら語り部残したか破壊したかったですけど、しばき倒してあげていいですね。いやこれ以上土地引きたくないんで、アスペラの保証は殴っていいです。あー野心家が増えましたね。ないこと罪に行かなきゃいけないんですけど、アンギラス、これはもう早期ですね。とりあえずクリーチャーがつなげれば、つながれば何でもいいですわ。いいですね。ほいほいって、もう両方とも殴っていいです。横の打点だけで勝てるんじゃないかなと思いますね。当たり目のライフ27までは多分もう届かないんで。そうですね、グッドゲーム大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手はまあキープでしょう。なんでの大事に使いたいとこですね。どうせローグなんで相手、なんで大事にしつつ、石とぐるは X3 以上で出したいところかなっていうくらいですね。まあ先手引けてるんでまだマシなんですよ。後手だと無理なんで、特にあの先手カニとか置かれるとちょっと発狂するぐらい強いんでね相手。風泥棒 X2 とかで置くよりは、石とぐるは絶対 X3 で置いた方が強いので、一発二発は通します。これはもう土地4枚貯めた方が強そうなので、こっちで置きましょう。
不合風泥棒な、風泥棒なので、まあまだマシですね。国じゃないだけ全然いいです。三ケモももうガンガン詰めに行っちゃっていいよな。そうですね。南米は、まあ2回ぐらい？使えるタイミングで使いたいかな。プラス1カウンター乗っけるのが強いので。うん。それかもう出すっていうのも手なんですけどね。まあさすがに石とぐろで。こいつ湖の水難引かないんですよ。ただ3だと結構いろいろ引っかかるものが多いので、特に無情な行動を取り除きあたりが引っかかるんで、生き残るならアンギラス変容で逃げたんですけど、まあ生き残んないならしゃあないですね。これはもう探検もぶん投げていきましょう。はい、アゼドラゴンのあれしかないはず。いいですね。南米に早いことプラス1乗っけた上で変容しときた差はある。ただ石とぐろの弓蛇よりもアンギラスは死にやすくなっちゃうかな。そうですね、欲深い衝動が、なんでパクられるんですけど、これは。私はなんでパクリ一択だと思いますね。まあ、墓地から行けるならガーガロスとか持ってってもいいですけどね。グレヘンは多分使いづらいので、ガーガロスかな。パクられましたね。ってことは、ゴマダメまでありますね。とりあえず探検もぶん殴ります。なんで出してアンギラス出すのも手だった気はしないでもないんですけどね。欲深い衝動か。何見て入れてるんですかね。とりあえず自分の墓地からいろいろ食っていきましょう。欲深い衝動が入ってること分かったんで、かかりたくないカードもガンガン食います。どうせ自分の墓地にはね、ないので。グレート返事。いや、グレート返事は、残しといた方がよかったかな。まあ、探検もまで食います。アンギラス変容はするんですよ。両方殴っていいですね、これは。探検もブロックできるのがガーガラスだけで、水晶壊しはトランプルがあるんで、マーフォークの風泥棒のチャンプは絶対させません。ですよね、うん、捉えたくないのは南米ですね。あ、言っときます。パクパクですわ。まあ南米追加で置いとく方が多分強いと思うので出します。全体ちょっとありますかね。なんかたまにキンキリローグみたいなやつがあるんですよね。たまにキンキリローグみたいなやつ見るんで、
これは水難探しじゃないかな。ダブルアタック、とりあえず探検も食って、探検もですね、探検もとガーガロス食っておいた方が強い。あ、ダメージ解決までいけますね。いかないんですかね。狙い尽くし、まあしゃあないですかね。クリーチャー引けてないんですけどね。これは自分の武器がすり食っといた方が楽かな。2マナだけ残して自分の武器食いますか。ガーガロスも食べる。欲深い衝動が見えてるんでね、取られたくないものはまだガンガン食っちゃいます。まあ小技までかな。はい、エンド。アガーディムの覚醒やらね、アガディームだわ。めんどくさいやつはいっぱいいるので、まあ石とグロクで、ジリーのしがみつきが多分止まってるやつだとは思うんですけどね。樹皮のベール、相手逃がす気ないです。まあヤスペラの保証を、風泥棒を逃がす気はないんですよ私は。でもこっからは土地なんで、まあこれ以上サイズ上げる意味もあんまないんですけどね。食べれますね。多分しがみつきが止まってるやつだとは思うんですが、はい、もう一個食っとく方がいいか。はい、まあ最後にこうくっつけて、もう一枚除去ありますかね。これ大変で取れようと。ってことは無情な行動だな。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、一風変わったストンピーみたいな感じで、楽しんでいただけたかなと思います。はい。そして、今の環境、多分、アンギラスめちゃくちゃに強いんですよね。特に、石戸川の海辺に変容するアンギラスがめちゃくちゃに強くて。環境的に、多色プロテク、まあ、単色レアでっていうのの対策は多色なんですけど、多色プロテクがある、消費損失に当たんない、プラス1カウンターが乗る無常な行動に当たんない、コスト4以上のカードっていうのがまず取れないんですよね。絶滅の契機とかぐらいしかないんじゃないかな、今の環境。そうですね。で、それ対根本原理でも、石とグロの弓蛇に変容したアンギラス取れるカードっていうのが多分絶滅の契機しかないです。確かそれしかないはず。なので、一色のミヒビプラスアンギラスのパッケージ自体は強いんですが、ちょっとコネクト相性悪いところが、断固たる否定みたいなカードで格闘ができないんですよね。はい。自分のカード対象にしちゃうんで、断固たる否定みたいなね、格闘ができなくなっちゃうっていうのがちょっとあって、なかなかそこは厳しいのかなとは思います。
はい、それとクアンドリクスの命令とかのプラスカウンターですね。なので、まあ、石とかのヘビを使うっていう面においても、一応ね、アンギラスにプラス1カウンターが置く手段っていうのはいくつかあります。南泥に変形したりとかね。なので、その辺で頑張っていきましょう。はい。それと、今回は BO1 だけで取ってあるんですけど、BO3 でね、もうしっかり戦えるようになっています。BO3 はどちらかというと、スレタイコンポン相手にはパーミッションの動きするんじゃないかなっていうのはあるんですが、むしろ、神秘の論争だけ突っ込んで、断固たる否定抜いていくんじゃないかなっていう気もちょっとするんだよね。するはするんですよね。まあ、打点を恋煩いからガラクの先触れに変えるみたいな、そういう調整になるかなとは思うんですが、多分、スルタイコンポン相手にも結構強みに出れるかなとは思います。はい。ちゃんとね、奇数偶数分けて、コスト4以上のカードとかもね、しっかり出してあげましょう。そうすると相手、すごい嫌な顔するんでね。うん。あとはでかいところを弾いてあげれば、多分勝てるかなと思います。はい。というわけで、それと、フリータイメンですね。ガンフリータイメンっていうのが一つ存在します。それが、ボロスミノータです。ていうか、ミノータ一気かな。うん。ウィノータに対してインスタントで取れる手段っていうのが断固たる否定ぐらいしかないんですよね。はい。その点で多分ウィノータに対しては振りがついちゃうかなと思います。横並びを推奨する手段もないっていうことで、まあ、ウィノータのガチャの回数を減らすこともできなかったりとかするので、そこが結構厳しめなポイントになるかなと思います。ウィノータ対面諦めるっていうほど、まあ少なくはないんですけど、ウィノータに当たった時は諦めちゃった方がいいのかなとは思います。逆にね、赤タンだったりとか白タンだったりとかには勝てるかなとは思いますね。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは